おはモーニング。数日間多分ここから動いていない坂村です。年末年始この時期は普段よりも堕落してしまい寝たきり状態。小説の世界に迷い込んだ不思議の国のユッケ。現場からは以上です。おしまい。いや、終わっていないのかもしれない。私だけの12月32日。同じ世界に生きてる人いますか？普段はなんだかんだで仕事のメールたちが無理やり私のやる気スイッチを押してくれているので、ある一定のリズムで動き出せるが、そんなかまちゃのメールもこの時期はぴったりと止まる。みんな、どこへ行ってしまったのだろう。本当に、今この世界にいるのは私だけなのかもしれない。孤独のシンセが鳴り響く。なので、ボッチザロックを見て共感得ようと思ったら、案外仲間たちとリア充していて、ちょっと切なくなりました。だけど、昔の自分を見ているようで、応援したくもなった。頑張ります。ここ最近、空気清浄機としか会話していない。大掃除をすればみんなと同じ世界線に戻ってこられるのかな。2022年に買ったものを紹介しながら服の山を片す。花のなさ。そんな私をよいしょと支えてくれたボッチザロックはタイトル通りコミュニケーションが苦手で極度な人見知りのボッチちゃんが主人公。誰かに話しかけてもらいたくてきっかけになりそうなバンドの CD とかギターを学校に持って行ったりするけれど、私まあ通話スタンスでいつまでも友達ができずボッチを極め続けていた。そんな彼女はネットの世界ではちょっと有名なギタリストなんだけど、ネットでいくらい人気になっても現実世界は変わらないまま。そんな主人公の心の声は自信のなさと極端な被害妄想で埋め尽くされているけれど、突然なきっかけでバンドを組むことになって協調性と人との関わり方がライブの演奏の成長とともに現れているので、ただの日常系とは一線を画す。いろんなバンドのワンシーンをパロディしていたり、演出もこだわっているからフォーロック好きにはたまらない。服に紛れ込んでいた秋の期間限定のストゼロで日の光は浴びず、顔色悪い私の方を体内から高揚させていきます。なんかつまみたいなと向かった冷蔵庫、蓄えていた食料も着実に減ってきている。なんとも言えないラインナップにそっと扉を閉める。あ、でも冷凍庫なら何かあるのではと思い一度私だけのチャイルドシートに乗って向かう。そこはもう開いてはいけないパンドラの箱、浦島太郎の玉手箱、開くと事件が起こりそうなコナンの扉、去年の4月が期限のラクダの肉、冷凍なら肉でもまだ参るのか、記憶のないマクドナルド、おそらくビッグマックセット、闇落ちしたコーラ、目を背けたくなるような光景が広がっている。これはパリパリなチョコと濃厚バニラがミルフィーユみたいに重なった今一番推してるアイス。1年以上前の納豆、発酵食品だし大丈夫だよね。飲み会帰りに買ったけど帰った頃には体調不良で食べるの諦めた。すき家の温玉ねぎのせ牛丼も発掘。どれ食べるか悩むなぁと同時に、本当に大丈夫なのかという一抹の不安が胸をよぎる。とりあえずポテトの生存確認。意外と美味しい。サクッと冷えた大学芋のようでうまい。クッキーじゃん。昔アンパンマンポテト凍ったまま食べ漁っていたけど、それに近い味。この流れで一旦ビッグマックセットを回収。2021年から2022年にかけて冬眠している食べ物にしては幅広い世代の余り者たちに2023年の正月の訪れを教えてあげよう。もう何百回マックのバンズを目にしてきたけれど、こんなにカチカチなのは初めて。コーラはもうどうしようもないので氷として使用します。アスファルトに積もった雪みたいな色してる。ひとまずコークハイにしてみましょう。なんだかすごい色になった。そして椅子が外れてもたついている間に得体の知れない液体になってた。乾杯。ギルー。ちょっと甘めだけど炭酸しっかり残ったコークハイ。さすがジャンク極めしマクドナルドなだけあって、これもジャンクの味してる。冷凍ポテトと合わせてギリ飲めるわ。せっかくなので業務用スーパーで買った余りのポテトと一緒に揚げてみる。これもマクドナルドのポテトと同じ味がすると言われている話題のポテト。実際同時に食べたら違いがより鮮明にわかるはず。ありとあらゆるものを揚げ再利用し続けている油にドボン。おハモーニン。もう2023年だよ。せっかくなので2021年に買ったファミチキも揚げよう。霜降りすぎて雪の結晶のようだ。ずっと眠っていただけあって目覚めがド派手。ファミチキにこんな脅される日が来るなんて。穏やかに目覚めてきました。私のいびきより静かな呼吸。今年は期限内に使い切ろうという薄っぺらい新年の抱負を掲げ、一番最初に起きたビッグマックを食べる前に、去年作りすぎてしまったビッグマックソースをトッピングしよう。これが私なりのビッグマックへの謝罪。去年も今も明日からもずっと好きだよという意志の表れ。暇すぎた時にバンズからビッグマック再現に取り組み、肉肉しすぎたものの完全にソースは一致。その時のあんまりだ。おいしい。マクドナルドって凍っていても解凍しても美味しいままって、いつもニコニコ優しい人並みにもはや怖い。
そんなミステリアスなところも含めて愛してる。コンビニのレンチンしたバーガーみたいにちょっとだけシワシワ肌年齢高めになっているけれど、それくらい。どうしてこうなっちゃったのかわからなすぎる餃子も一緒に揚げちゃおう。揚げてしまえばカロリーも消費期限も全部流しコラボップル。この荒ぶり方を見ると年代物の餃子な気がする。一番上の段はめったに見ないので気づかないままだった。寝起きの揚げ物たちにはグリーンラベルを添えて、一人じゃないよとポッピーも来てくれました。ポテトは何度目の叫びかわからないが、おいしい。業務用ポテトは永遠に食べられる無限ポテト。ジャンクな乙女心をくすぐるずるい味。アルコールリセットしてマックのポテトもおいしい。二度揚げしているからかカリッと感マシマシ。似ているけれど芋は油を吸って育つのでマックの方が味によりデブ味を感じる。もっと強い悪魔と契約しているのかもしれない。ファミチキも餃子も外側カリカリ、内側も現役のまま、衰えを一切感じさせない。私も冬眠してこうなりたい。なぜか正月に大掃除をする文化が嫌いだったけど、何か理由をつけてそういうムーブメントを作らないと私の冷蔵庫や服の山のようにカオスパニックが起こるので、これからはそういう文化にも流されてみようと思います。息絶えていた両津勘吉もレスキューしておこう。猫の毛降り積もる冬。んよく見ると奥に見覚えのない箱があったので、軽い気持ちで開けるべきじゃなかった。うっ、何これ。一番開けてはいけないやつ。開けた瞬間に宙を舞う大量のカビ。実写版カビルンルン。1年間の間に数回の貴重な飲み会を我が家で開催したことがあったけど、その時に誰かが仕込んだのだろうか。調べてみるとシルクロードが同じのを飲んでいたので予習。ふわふわしてるよ。触った瞬間に手が真っ黒。触り心地はふわふわ、わたパチみたい。ギャップ萌え。こんなところで発揮されても困る。放置されすぎてカビだらけになったのではなく、湿度の高い洞窟で育てられ結果カビだらけになったブランデーらしい。その名もカルバトスモラン。アルコール度数42度、熟成年度は40から50年。めちゃくちゃ熟成された貴重な酒らしい。カビが異物混入しないように珍しく衛生しっかり。そっと開けていく。こんなに机の上汚したのこいつが初めて。本当にアルコール消毒必要そうだけど大丈夫。ためらうこともなく泥団子を作っていた頃を思い出す。キポンと可愛い鳴き声。こんなカビまみれのボトルから出てきたとは思えないほど高貴なリンゴの香りが広がる。鼻からもう酔える。明けましておめでとうございます。乾杯。おいしい。銀座のバーってこんな感じなんじゃない。これ少し飲むだけで場の雰囲気が一気に変わる。酔っ払うという言葉ではなく酔いしれるという言葉が似合うお酒。こう見るとカビさえおしゃれに見えてくる。フレンチのコース料理に添えられていても納得できる。見えないとこに連絡して少しお裾分けすべく呼んでみたら、カビをチーズにのせたりおかわりまでして食べてました。味はしないけど闇落ちした金箔みたいで気持ちが上がるらしいです。良い子じゃなくても真似しないでね。ということで今年もよろしくお願いします。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。ついに2023年が始まってしまいましたね。去年とか一昨年は福袋をね交換しに行ったりしたんですけど、今年はマクドナルドもスクエアエニックスのファイナルファンタジーの福袋もなんか全てことごとく外れました。なので家に引きこもってます。ほんじゃバイバイ。